林王寺の三仏堂南大山女、峰山太郎さん日光山は、栃木県日光市にある林王寺の三号である。江戸時代には、日光寺社群を総称して、日光山と呼んだが、明治時代の神仏分離令により、林王寺の三号となった。日光山は、栃木県北西部にある南、南大山、女宝山、太郎山の三山を中心とする山岳の総称としても用いられる。 日光山は昭道商人が開いた元日光の山岳群、特にその手法である南大山を信仰対象とする山岳信仰の御神体内史修験道の霊場であった。南大山は奈良時代には札落観音浄土に犠せられて札落山と呼ばれていたが、後に二良山という字が当てられたと言われる。さらにそれを音読して日光山と呼ぶようになり、 南大山のみならず隣接する山々を含めた総称となった。日光が記録に見えてくる時期は、全州が伝来し国内の寺院にも参号が付されるようになり、また関東にも薬師如来像や日光菩薩像が広く建立され、新言密教が広がりを見せる平安時代後期内し鎌倉時代以降である。下津家薬師寺の修行像であった、かつ同一派が、 日光菩薩にちなんで、現日光の山々を日光山と命名した可能性も含め、遅くても鎌倉時代頃には、現日光のご神体が日光権源と呼ばれ、また日光山や日光の故障が一般的に定着していたものと考えられる。日光三山とは、栃木県日光市にある日光連山のうち、南大山、女峰山、太郎山の三山を指す。 それぞれに、新宮権現、滝野権現、元宮権現の三者が採取されている。鎌倉時代には、これら三者をまとめて、日光権現と称していた、平家物語による、ありがとうございます。